じゃあすいません、改めましてこんばんは。お忙しい中ありがとうございます。東大名誉教授八木直樹先生です。どうぞ。皆さんこんばんは。ただいまご紹介に預かりました八木直樹と申します。今日はこういう場を設けていただいた佐々木貞治さん、綾さんご夫妻、あるいはこういう場を、提供してくださった、商工会の松崎会長、企画制作課の北畑課長様はじめ関係者の皆さん、本当にどうもありがとうございます。そしてこうして貴重な時間を、こちらに、足を運んでくださった皆様、どうもありがとうございます。で早速なんですが、今日は2つのお話を、しようと思います。1つはですね、題目はですね、後ほどスライドでお話をしようと思うので、ちょっと場所があっちに移っちゃうので、最初だけちょっと、こちらで話を、させていただこうと思うんですけど、一つはですね、やっぱり天栄村は縄文のその、息吹が、縄文の人たちが暮らしてたその、そういう、なんて言うんでしょうかね、意識がですね、色濃く残ってるので、縄文というもの、縄文の時代のその意義、一言で言うと今のこれからの令和の、時代に、非常に大きな影響があるわけなんですけれども、その縄文の、とはどんなものかということと、それから2つ目はですね、天栄村には、病院がないということなので、健康の話をというふうに、ご要望があったのでですね、その辺の話をちょっと、させてもらおうかと思います。で、そうですね、最初にその私がその、こういうそのなんて言うんでしょうか、ご先祖様の話をするようになった経緯を簡単にちょっとお話ししますとですね、私もその昭和56年、今から約40年前にその医療現場に出て、そしてまあ一言で言うと医療もサービス業ですので、もう究極のその、目標はおそらくその患者さん家族に満足してもらえるっていうことだろうと思うんですね。だからそれはそのサービス業といえばそのサービス業であって、そうするとサービス業一般全てに言えることは満足してもらう、非常に単純なことなんですけれども、この40年間を見て携わってきて、もう辞めてから4年になるので、正確には35年ですけれども、やってきて見てきて思ったことというのはですね、ちょうど我々が現場に出た頃、つまり若い頃は、患者さんとか家族は大体子どもの先天性の病気を別にすると、みんな明治あるいは大正の生まれだったわけですね。で、うちの両親も大正生まれで、いわゆる、戦前その青春を迎え、あるいはその親族知人が出征して戦争に行って亡くなった人も当然いるわけですね。で、母の父も陸軍の軍医でしたし、そういう何て言うんでしょう、死が身近にあるそういうその生活を送った世代ですね。だから明治大正の人たちっていうのはいい意味でその、自分の運命寿命というものに対して非常にこう受け入れが自然だったわけですね。ところがですね、だんだん時代がもう下がってくるとですね、戦後の教育の影響もあるわけですけれども、そういうその戦後の教育だけじゃないですね、家族構成なんかも昔はおじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んでた3世帯というのが、
相続があったわけですけれども、それが今はどっかの、ね、単独世代が今聞くと、4割ぐらいですかね。なんかかなり多くなっちゃったんですね。なので結局その家族で、その亡くなるそういうおじさんおばあさんを見とるってこともほとんどなくなって、ちょうど昭和30年我々が生まれた頃っていうと、家で亡くなる方っていうのが大体8割弱だったんですね。ところが、もう平成のその、20年代の終わりぐらい、まあそれこそ平成30年というとですね、家で亡くなる方は 12% だったの。だから家で亡くなってるのが普通だったのが家で亡くならないっていうふうになったので、そういうその人の生き死に、まあ、生きる方もそうですね、お産婆さんが来て自分家で生まれる子ってあんまりいませんから、そういう意味でのその生き死にが遠くなっちゃったっていうのもあります。なのでなかなかですね、そういう亡くなるってことを受け入れられないことが普通になってきて、その私も前の病院でね、大学病院で働いてる時に緊急コール体制を作って、それで年間に平均で80回ぐらい呼ばれるんですけれども、やっぱりその病院自身に入院してる人が大体その、80近いんですね、平均すると年齢がね。なので当然その男の人であれば重要なわけですね、年齢、数数字だけで言えば。でそういう時にですね、その病棟で例えば緊急コールがかかって駆けつけたらば、もうや何て言うんでしょう、痩せて衰えて、まあね、もうすぐ亡くなるんだろうなというようなそのおじちゃんでも、主治医が来るまで、そして家族が間に合うまで何とか蘇生してくださいとかっていうことになっちゃうわけです。でまあその蘇生の模様はね、ここではもうちょっとあまりこうご飯の前の楽しい話題にはならないのでやめますけども、そうするとですね、ようやくですね、まあ医者も来て、主治医も来て、そして家族も何とかね駆けつけて、それじゃあこれでちょっと大変残念ですけれども、お力添えできずにって言って引き取ろうとするとですね、家族からですね、もう部屋を出るか出ないかぐらいの時、おじいちゃん、なんで東大病院まで来て亡くなるの、起きてとか言って、90いくつですよっていうようなことが普通にあるわけです。だからなんかそれを見てるとですね、やっぱちょっと気の毒になってくるんですね。でまあそうですね、まあニコニコ笑ってとは言いませんけれども、やっぱりサービス業って結局先ほど言いましたように、患者家族に満足をしてもらうものだとすると、医療者は当然ですけれど、サービスとしての医療のその質を上げようとするわけですね、我々無意識に。でそれがですね、だん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 、いい方向に行くかっていうと、そうじゃないわけです。つまり昔だったら医療のサービスは、決して今に比べたら随分このまだまだだったわけですけど、患者家族としてはまあね 100% ってわけじゃないけれど、一応こう満足して帰るわけですね。ところが今だと満足どころかですね、私もその特にその最後に勤めたのは大学病院だったので、やっぱりこの医療界がこれほど厳しいっていうか、そのまあある意味感謝されない領域だっていうのはつくづく感じたんですね。でまあ一言で言うとですね、だってもしあなたは今緊急手術でこの手術だわ、2人に1人しか助かりませんって言われたらば、助かったらホッとするし、亡くなってもまあ半分だからしょうがないかって思いますよね、超反博打ですからね。ところがこれが1000人に1人しか助からない、逆だ、1000人に1人しか死なないとしたらどうでしょう、999人に当たった人は当たり前だと思うわけです。で1人に当たった人は家族が怒るわけです、なんでうちのじいちゃんがこうそのこんなことになると。結局どっちも幸せじゃないんですね。でこれはもうサービスの基本なんですよね。例えば今昔我々が子供の頃国鉄っていうとね、やっぱりまだ
外が多かったんですね。だから電車はしょっちゅう遅れるもんだったんです。ところが今はですね、特に旅客のかなりの部分を運んでる、例えば新幹線、あれ東海道新幹線の平均の遅れっていうのはですね、確か27秒つってました。たったのですよ。だからこの間のその台風でですね、早めに止めると、まあ、最近はまあ日本人も行儀が良くなったから怒鳴ってる人はいませんけれども、やっぱりそういう当たり前、来るのが当たり前と思ってるから遅れると怒るわけですね。だからやっぱりサービスって結局は感謝の気持ちが同時にこうね、サービスの質が上がると同時に感謝の、受け手の感謝の気持ちが上がっていかなければ、結果としてはサービスは目的の満足度は下がるわけです。でこれは何にでも当てはまるわけですね。だからやっぱり単純に医療現場に限らずですけど、サービス業のとしていろんなその業種の人がみんな良かれ良かれと思って頑張るけれども、結局気がついてみると結果は逆になるってことですね。これはまあだから個別にそういうふうに一生懸命やってる人が、まあ、いわゆる局所最適化が、足し合わせて全体として見ると違う方向行く合成の誤謬って言いますね。だからこういうその状況っていうのをその何とかしたいっていうのが私のまあ、ご先祖さんの、気持ちをこう伝えていくこと、つまり元へ戻りますけど、私の父親もちょうど今から19年前に亡くなったんですけれども、まあ77だったんですけれども、結局ですね、病気があったんですね。症状から見ると亡くなる10年ぐらい前から糖尿病がかなり進んでたはずなんです。だけど父親に言ってもですね、まず医療にかからないんですね。で、まあ、いよいよ最後この心筋梗塞を繰り返して、まあ、うっ血性心不全になったわけですけども、そしていよいよ虫の息になった時に、まあ、母親からですね、ちょっと私は東京で働いてて、両親は静岡県富士市ってところで暮らしてたんでちょっと離れてたんですけども、それでまあ母親からですね、お父さんが今こんな状況だけどって言うけど、当然まあ予測はつくわけです。もう最後その糖尿病で、心臓の血管も悪くなって、心臓が、まあ、動かなくなるわけですけど、それでですね、あれお父さんも病院行かないって言ってたんじゃないって聞いたらば、いやいや苦しいから一応その父親は何とも言ってない、もうそれどころじゃないしってやってるわけですから、だけど、まあ母親がですね、まあ、一応その、意向を聞いてみるって言うんで、父親に聞いたら、じゃあ、まあ病院に、連れてってくれってことで、友人の病院に駆け込んでですね、まあ、そういう心不全の治療をして、それでカテーテル治療をしようとする前にですね、まあ、病棟で夜中に亡くなったというか心肺停止になったんですね。そしたら、まあ、その心臓外科の友人がですね、その病院の、院長 の, その友人がですね、まあ、昔だったらそのまま白い布をかけて、家族が来たらちょっと間に合いませんでしたって言えば終わりなんですけれども、人工心肺まで回してですね、無理やりこう持たせてくれてたんですね。病棟で亡くなる心肺停止ってことは、大体人手がないので病気が悪ければ助からないんです、もちろん。でそういう状況の中で呼ばれたので、もちろん助からないっていう前提でこっちも言ってるんですけど、まあ、とりあえず人工心肺を、まあ、回してくれちゃったもんだから、そうするとちょっと面倒なんですね。普通はそうするとですね、いつ辞めるかっていうのが問題になってくるんですけど、そして母親とそれから、弟夫妻と私の4人で駆けつけたんですね。病院からもいよいよすぐ来てくださいということで、そしたらですね、まあ、集中治療室に入っている父親の前でですね、母親がお父さんどんな状況って聞くからですね、私が見に行ってですね、まあ、臨床的脳死っていうんですけど、もう頭は不可逆的に動かないってことは もちろん、自分の意識は戻らない、息もできないっていう、そういうような状況だって説明をしたらですね、母親は即座に、あらそう、それじゃあ
せっかく入院させてくれた失礼その友人の、先生には申し訳ないけどもうあの個人の意思なのでもうこれで すぐとは言わなかったですね、もう結構ですって伝えてくれるっていうから、まあ、それを伝えて、それで人工心肺止めて、それで登録していた検体ですね、解剖の実習の、遺体として使ってもらうと、その検体登録をしていたので、まあ、検体登録がの、その連絡をして、その知ってる病院の大学に連絡して、遺体を引き取ってもらって、それで終わりなんですけども、まあ、本当にこう、いい意味でですね、なんか、虫が隣で死んだかのぐらいの軽い感じとは言いません。だけど、淡々としてるんですよね。判断の即座に。だから、みんな多分大正明治の生まれの人ってそんなもんだったと思うんですけど、だからそのふとですね、このその頃っていうと、もう普通の病院だと、かなり修羅場なんですよ。そういう同じような状況になると。なんか病棟でエラーがあったんじゃないかとかですね、あるいはもっとなんとかならないのかとか、どうして死んじゃうんだとかって、まあ、こっちはよく言われましたけども、そういう意味ではですね、もうかそういうところの患者離れがいいんですね。だから、まあ、患者離れがいいっていうことよりもやっぱりその自分の心が乱れないっていうことがとてもいいと思ったんですね。で、まあ、だから今の人たちもですね、そういうさまざまな状況、ね、ひょっとしたら人を死ぬの見たことないとかっていうのも含めて、多分これからはですね、おそらくその今だと動画でね、結構リアルにいろんなものも見られるし、イメージトレーニングじゃないですけど、心の準備をするってことが重要だろうと思うんですね。なので、まあ、そういうようなことでこういうような話を、まあ、してきたわけなんですけど、ちょっと今日はですね、最初に話しましたように縄文の話と、それから健康の話をちょっとさせてもらいますね。じゃあこれからちょっとですね、スライドを使わせていただくので、ちょっと私はこっちに動く移ります。で、これはあれですね、あそこ の皆様ご存知の、ね、はい、遺跡で、ちょっとですね、最初ですね、自分のことを話します。なんで話をするかっていうと、要はですね、邪魔になっちゃう、あれですね、一応ですね、その自分がどんなことをしてたことが今に影響してるかっていうこともあるので、ちょっと多少ですね、口当たったけど、生い立ちの話をします。これは大学時代ですね、私は10歳の時からですね、一人で、まあ、山に散策に行くっていう、そういうようなその趣味を始めたんですね。で、だんだんその最初は、まあ、自分のちょうど町田市というところに住んでたので、町田市と八王子市の境を、まあ、ずっと歩いていくと、やがて、国道を挟んで高尾山に行けるという、それが、まあ、その山登りの最初だった。山登りってことで今です、ね、散歩と言っておきます。散歩の最初だったんです。で、だんだんエスカレートしてですね、こういうふうに岩場をですね、ロープを使わずに登るということは、になったんです。これはなぜロープを使わないってことを話をしているかっていうと、私の思考が変だってことを言いたいんですけど、要はですね、普通皆さん道を歩くときは当然何も使わずに手足で歩きますよね。で、それがだんだん坂道になって、でもやっぱり手足だけで登りますよね。ちょっと坂が急だったら手をつくかもしれない。で、その延長なんです。私はだからその延長でだんだん慣れていけば、こういう切り立ったというか、この立った壁でもですね、歩くのと一緒なんです。基本は決して手の力をあまり使わずにですね、足で登ってるわけです。だからこういう、これで大体300メートルぐらいの岩壁なんですけど、こういうところを、まあ、階段登ってるのが延長で登るっていうことをやって、もちろんこんなバカなマンする人
この1970年代当時もいません。だけど、まあ、このようなことをやってたわけですね。なのでこれはですね、もしたった一つの動きでも恐怖感を持てば動けなくなっちゃうんです。動けなくなるってことはもう運命は2つしかないんです。下まで一発で落ちるか、ここで腕がこう痙攣するまでしがみついて、その間になんかこう一つ別の動きができるっていうこうひらめくかどうか、これだけなんです。だから平常心でないとできないんですね。なのでこんなようなことをまあ、やってたわけです。それともう一つはですね、一人なのでですね、冬ですね、冬その何て言うんでしょう、登ろうとするとですね、天候に関わらず動くわけです。つまり一人だとリュック失礼テントだの炊事用具だのなんだかんだっていうものを全部一人で背負わないといけない。つまりグループで行けば分担できるんだけど、それができないので荷物を背負って長い距離を、これはですね、例えば北アルプスの一番上から下までこのとことこ冬にまあ、そういう重装っていうんですけどやってた頃ですね、やっぱりもう1週間ぐらい天気が荒いんですね、北アルプスは。そうすると雪のひさしを踏み抜いてですね、ちょうどその、この白馬岳っていうところから槍ヶ岳の南の穂高のちょっと北の南岳っていうその山までずっとまあ行くところの途中でですね、起こっちゃったんですね、こうやって。で、大体まあ最初の壁が平均斜度が65度の壁、600メートルの高さのところを落ちて、さらにそこのあとこう少し傾斜が緩やかといってもまあ45度ぐらいですけど、そういうところをさらにこう転げ落ちていくわけですね。これが大体400メートルぐらい、だから高さにして大体1000メートルぐらい起こっちゃったんですけど、これでですね、一つ経験をしました。こういう非常に命の危険がある場合、つまりこれを落ちるときは助かると当然思わないわけです。落ちる場所分かってますから、あ、やってしまった。で、あとはですね、感覚としてはどんな状況になるんだろうというのは興味あるんですよ。そうすると死ぬにしてもね、で、そのプロセスを実は前のことを覚えているので、その実際にこう魂が肉体から完全に離れちゃった後のプロセスというのは分かるんですけど、このこういう、なんていうんですか、直接こういうその山から墜落した時の状況というのはどうなるのかなという、そういうその、まあ、興味って言ったらあれですけど、そういう気持ちを持ちながら落ちてたらばですね、当然最初のはその何でしょう、自然落下に近いのですごいスピードなんですけど、途中からゆっくりになるんですよね。ゆっくりになって本来だと計算すると多分下までは落ちてるとき160〜170キロになるんですけれども、それがですね本当にゆっくり落ちてる。で、自分がこうゆっくり落ちてるときにまあ当然その痛みがない、それから、だけど不思議なことに体が動くんですね。それで、まあ、そういうそのここにもあるように雪の壁というよりはいわゆる氷雪壁なんですね、岩がある。だから岩にぶつかるとアウトです。なのでその岩にぶつからないようにこう身をかわして下まで落ちたから助かったわけですね。なのでこれはですね、いわゆる魂というのは肉体から離れると性能が元のその素晴らしいものに戻るということを説得力を持つためにいい経験をしたと思うんですね。で、まあ、この山から落ちた後もですね、私は頭がおかしかったので自分で3日かけて脱出した後また続きを登りました。だからこれだけ狂ってれば同じことできる人いませんっていうより同じことをするバカがいませんので、そういう意味でですね説得力があるんですね。だからまあ結果論ですけど、これだけおかしくてもなんとかなるんだということですね。で、あとはまあね、縄文の話しますね。さっきのその伏線とはちょっと離れますけど縄文の話をしますね。で、縄文時代っていうのはですね、これはウィキペディアから移してきたもんですけども、まあだから正しいとこと正しくないとこあるんですけど、重要なことはですね、これよりもうちょっと前なんですけど、今から1万6500年前の遺跡はもう出てます。で、なので縄文というのは実際1万6500年前から、約3000年前までですね。だからこの天栄村に
いくつもあるその、縄文のものっていうのは古いものなんですね。で、この縄文の時代、これは実は、これはその歴史などではまだ分かってませんけれども、その何て言いますかね、自分らに分かるところがあるんですね。というのはですね、世界の文明っていうのは大体この縄文人がですね、今から1万5000年から8000年ぐらい前にですね、いわゆるその大陸に散ってったんですね。それで大陸中にそういう文明というのを伝えたんですね。要はだから縄文というのは実はその世界最古の文明であると同時に、世界の文明のそのまあ言ってみたら大元みたいなものなんですね。なのでこの縄文というのは本当は意義深いんですけど、今残念ながら社会科学とか人文科学の領域ではですね、正しくそこがまだああいうその何て言うんですかね、限られたそういう遺跡とかそういうものだけで説明をしようとすると無理なんですね。でなぜ分かるかということを今日は申しませんけれども、そういうようなところでちょっと聞いておいていただくとですね、縄文というのはだから非常に優れてたというのをちょっとお話しします。例えばこれ天栄村ですね。天栄村のところにちょっと矢印が書いてあるんですけれども、で、この私は結局名前知らないんですけれども、村の真ん中の古墳から見てこの、こういう、ね、観音様が寝てるようなこの、山のですね、このちょっと胸のあたりの山の上にですね、連れてきてもらった時に佐々木さん夫妻に連れてきてもらった時にですね、ここにこういうですね電波塔のようなものが見えたんです。こういうふうにここのところからこの頂上の平べったいところのすぐこの左手のところからですね、でそれは最初電波塔なのかなと思ったんだけど、現地に行ったら、で現地に連れてってもらったんですね。そしたらないです、何にも。でそれは結局ないっていうのは肉眼で見えるものではなかったわけですね。まあ、剣だったんですけれども、でここの山がですね、地元のその漁師さんがですね、長いことかけて、道なき道をこう登ってるうちにですね、いろいろこう、見つけてですね、この山ちょうど先ほどありましたように結構そのまあそこそこの高さがあるわけですけども、そこの山の斜面の一番上にですね、遠くの方は見えるかどうか分かんないんですけれども、こういうその今豆、水色の豆のように見えているのは、これが実は一つ一つ巨岩というか大きな岩なんです。これ岩倉って言いますけども、この岩倉がですね、実際にですね、こんな調子で、これ現地に行くとですね、これとっても大きな石なんですけど、必ずちょうどなんて言うんでしょう、鏡餅みたいに重ねてあるんですね。でこの重なってる間っていうのはもうスパッとこう切れて、こう極端に言えばカミソリも入らないじゃないけれど、もうぴったり合ってるんですね。でこんなもんがですね、この道なき道の、斜面の一番上にこうちょうどタコがハチマキ巻いてるみたいにですね、ずっとこうあるわけです。こうちょこっと見えてますけど、こんなもん、こういうもんがあるわけですね。でこれはもちろんその意味があってこうなってるんですけど、でこういうものというのは縄文の人しか実は作れないんですね。弥生になるととってもじゃないけどできないんですけれども、それをですねちょっとまあ他のを見てみると、これは群馬県のその榛名山っていう有名な山の、途中にある榛名神社って、これまあ有名な神社ですけれども、ここのですね神社の後ろにですね、こうやってやっぱり石を積んであるんですね。でこの石見てください、この大きさ、これが親潮ですから、どれだけ大きいものか分かりますよね。これが山 の上にこうポコリンってあるんです。あるいはですね、ちょっとこの、映像がなんていうんでしょう、ハレーションしちゃって分かりにくいかもしれないですけど、神社の真向かい、谷を挟んで真向かいにですね、こういう当店ポールみたいにですね、石をボン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 って積んであるんです。これもとっても大きな石です。こんなものを彼らは作ってるんですね、縄文の人たちは。で、あるいはですね、関西の人なんかだとよく行くらしいんですけれども、
六甲山という、まあ有名なその神戸の山のですね、北側の斜面の一番上にですね、六甲姫神社っていう神社があるんですけど、そこもやっぱり山ですから、こう急な斜面で下はもちろん道路はないわけですね。そのところにですね、それこそこんな大きな石をですね、きれいに積んであるんです。こういうふうに。で、この石の間はもちろん何にも入らないぐらいぴったりしてるんですね。これも縄文人が作ったものです。っていうかね、縄文人以外作れないんです。今の我々ではできないんです。同じ状況では。こういうその土木工事のできるような足場もないところにですね、こういうものを作ってしまう。これはどうやってやってるかというとですね、ちょっとそれとあとですね、縄文の言われになったその縄文土器の話をちらっとだけ、これも話半分に聞いてくださいね。縄文ってなぜ縄文っていうと、この縄目のが失礼、模様が縄目みたいだから縄文というわけですけど、これもですね、彼ら実は意味があって、こういう模様をつけてるんです。これはなぜかっていうと、この縄目みたいのがですね、これがですね、エネルギーが、普通エネルギーって必ずだんだん減ってっちゃうんですけれども、エネルギーが減らないトーラスっていう、そういうその流れ方、その、なんて言うんでしょうね、まあ、例えばリンゴがあったとき、リンゴがですね、リンゴの中心からこうエネルギーが出たとすると、それがですねちょっとこうねじれながらこう流れていくと、またそれがその、リンゴのお尻のところに戻れば永遠にこう循環するという、そういうようなその流れ方をする、それを通らずっていうんですけど、それをこういうものは表してるんですね。なのでこの土器ですね、実際今日もその性格の名前忘れちゃった、弁償館、あそこに行ってですね、縄文の土器のところにこう手をかざすとですね、ガラスの触らないでくださいって書いてあるから触らないんですけど、ガラスを返しててもですね、こういうところにですね、こう手をこう動かしていくと、ここのところだけすごいこう押されるような感じがするんですね。で、これの実際はこれ使ってた人たちは食べ物や水がですね、多分腐りにくかったはずです。で、こういうような目的のためにこういう縄目をつけたんですね、トーラスの。あるいは有名なさまざまなこういう土器、これもですね、ここのこれは決して飾りではないです。これですね、エネルギーがちょうど狛犬なんかでもついてるところありますよね。これエネルギーが入る、で、あ、逆だ、こっちだから入る、出る、要はエネルギーをですね、この中にこう伝播させることで、同じ目的でやっぱり物がこう腐りにくくなる、そんなような目的でどうもつけたようです。で、まあ細かいことを見て、まあごめんかな、例えばですね、こういう事実があります。これはですね、遮光器道具といいますけれども、遮光器、つまりこのですね、今の人たちはこの土偶さんの目のあたりを見て、遮光器というのはサングラスのことなんだそうですけど、サングラスをつけた土偶っていう名前をつけたんです。だけど見てください、これね、時代も場所も違います。で、当時少なくとも電車やら車があるわけでもないのに、同じものを作ってるんです。これなぜかというと、彼らが行進していた先の宇宙人なんです。要はですね、彼らはだからそういうその多次元と意思をやり取りすることができる、そういう能力があったんですね。それは実はその、日本人 の根本的な特質でなんですけど、中今っていうんですけども、ちょっと待って、中今の絵が、外れちゃいましたね。中今っていうのはですね、我々が例えばですね、子供の頃を思い出してください。何か、ね、男の子だったら虫取りでもいい、釣りでも何でもいいんですけど、夢中になっている時、女の子だったら例えばママのことを一生懸命やっている時、あるいはスポーツしている時、何でもいいです、一生懸命やっている時、
あるいは我々普通の人間が、何かに没頭しているとき、芸術家がこうインスピレーションを得る、科学者が、ね、同じようにインスピレーションを得て何かこう法則を見つけるなんていうのも全てですね、この中今という状態になってるからできるんですね。これ理屈はですね、実は決してその絵空事ではなくて量子論的な説明ができるわけなんですけど、この意識が今にあった時だけ高い次元にまで意識が伸びるんですね。それによってそういうそのインスピレーションという、つまりもっと高い次元の意識の教えを得られるんです、感じられるんですね。でこれがですね、例えば少しでも過去にずれたり、あるいは未来にずれたりすると、そういうことはできなくなるんです。だから例えば遊んでる子供だけじゃないですけど、今一生懸命やってこう、ね、没我の状態、没頭してる時、我を忘れる、無我夢中って時に、例えばね、明日の飯は何だろうとかって考えないんですよね。これは全くこの次元にあるからなんですけど、この中今にあるっていうことは、どうしたらいいですかって聞かれるぐらい、逆に今はちょっとその難しいかもしれないんですけども、縄文の人たちはこれをですね、非常にこうシャープにできたので、先ほどの石でも例えばそういう縄文土器のそのね、エネルギーがどうしてそういうエネルギーがこの減衰しない方法なんていうのは分かったか、これはこれ中今の状態でそうやって典型を受けるからですね。あるいは先ほどの大きな岩倉、どうやって作るかっていうと、あれはですね、多くの人が集まって縄文人たちがですね、今度ここにそういう宇宙とのエネルギーをね、地球にこう下ろすために、じゃあこういうもの作りましょうって言った時に、みんなで力を合わせてって言ってもですね、別に土方をするわけじゃなくって、意識を中の状態に持ってって、じゃあ今度あの石をこういう形にしてここに置きましょうねって、みんなでこういわゆる、まあ、それはテレパシーでできちゃうわけですけど、そういうふうに思って、それでそこへよっこらしょって置くことができたんです。でそうかいうと、多分ですね、多くの人はやっぱりそういうのを見たこともないし、その想像するきっかけもないので、と思うと思うんですけれども、実はですね、我々大なり小なりそういう力はあるんですね。でそれを一番こう劇的に発揮されているのが天皇なんですね。天皇というのは国民のそういうその、要っていうかね、まあ、ちょうどその別に上下ではなくって、我々と同じような立場で、ただし国民の、その要として、そういう神々とその国民の間を中取り持ちをされる、そういうようなものなんだけど、当然神事の力はっていうのはここで起こるんです。祝詞をあげるでもいいですし、例えば仏教の人であればお経をあげるでもいいですけど、あれをですね、あるそういうその場を作ると非常に強いエネルギー場っていうか、この三次元にですね、そのもっと高いところのその次元がですね、降りるわけです。だから例えばうっかりその間違ってですね、そういうあるその例えば祝詞でもいいですけど、みんなでやっちゃうと、そこだけですね、あっという間にこの三次元じゃなくなっちゃって、こう上の次元のその意識が降りちゃってですね、人が変わっちゃって、そのまあね、動き出したり踊ったりなんか喋ったりというようなことが起きるわけです。これも中今状態です。だから、まあ、多分今ちょっとイメージしにくいかもしれないんですけど、縄文の人たちはこういう力があったってことなんですね。でこの縄文の人たちがこういう力があったのは、じゃあなんでその後大陸からですね、人が来るのを受け入れて混血していったのかっていうとですね、縄文の人たちはこういう何でもできちゃう能力があったことに飽きが来たみたいなんです。そうですね、何でもできちゃったら面白くないですね。例えば試験受けるのにね、いやみんなこれ今日の試験難しいな、どうしようかなって言ってる時、一人だけ答え全部見てね、知ってて、それただこうやって写してるだけだったらつまんないですよね。なので、まあ、そういう能力がだんだんなくなっちゃったわけ、大陸の人と混血してなくなった、それがまあ弥生の時代なんですけども、だからここでですね、重要なことはこういう能力の基本になるのはですね、感謝なんです。感謝の気持ちがベースになぜか当然ですけども
切っても切り離せないんですけど、こういう感謝の気持ちがあってこの今にっていう、ここの心意気が、これから大事になってくるというふうに、まあ、考えるわけですね。で、あとですね、これが1個目の話で、一応あのお話だと、1時間半ということなので、あんまりこう長くならないんですね、ちょっと進めていこうと思うので、次はですね、健康の話をさせてもらいます。で、偉いですよね、病院がない、多分ね、病院がない方が多分病気にならないわけですよ、当然。だって病院に行かなきゃ病院だ、病気だとは考えないわけですからね。私もですね、実はですね、まさにその亡くなった両親もそうでしたけど、基本的に病気って見つけなければ分かんないわけですね。本人が思えば健康なわけです。なので健康の最大のその秘訣はですね、病院に行かないことです。で、ここでその気まずい沈黙が流れたのでですね、もうちょっと言いますね。じゃあさっきの今のはちょっとその本当なんだけど逆っぽく聞こえるから、もうちょっと親切に言うとですね、病気ってなぜ起こるかってことを西洋医療では教えないんです。もちろん分かってる範囲でね、例えば糖尿病であれば、そうですね、自分の能力以上に糖分をこの短時間に取り込めばなるという、そういう理屈は言うわけなんですけど、もうちょっと複雑っていうか分かんないところで、例えばがんみたいに一人一人全部違うもの、こういうものに関しては説明がかなり難しいんですね。いろいろ理屈を言いますけれども、極端に言えば一人一人全部違うんです。で、そういう時にですね、病気とは何かっていうことに向き合わないと、実は病気は改善しないんです、本当の意味では。それはどういうことかっていうと、病気というのはですね、よく闘病という言葉があります。つまり病気というと戦うものではないんですね。病気というのは基本的に外からばい菌やらウイルスやらが入ってきたのでない限りは自分の体の中で起こることです。だから戦うのではなくてですね、そのせっかくその病気になった、なってしまった、病気になれた、何でもいいですよ。この辺の感覚は一つそれぞれですけど、その病気が、なぜ病気が起こったかを自分で考えるってことが大事。つまり病気というのは自分の今までの生活の見直すきっかけを体君が与えてくれたものなんですね。だから例えばですね、西洋医療だとそういうそのもう何て言うんでしょう、100人が100人とは言いませんけれども、ほぼ同じような診断をし同じような治療を進めるわけです。だけれどもなった原因というのは一人一人本当は違うんですね。なのでそういうふうにその病気になった時、なぜ自分の生活の中で 何が例えばですね、ある程度科学的に分かっていることを申しますと、怒りをですね内向させると、大腸がんがの、治りが悪くなるというのはレベルのことは分かってきているんです。で、経験則ではもうちょっと進んでいてですね、例えば女性性を認めない人は意外とですね、女性器、卵巣などの病気になる傾向があるように見えます。あるいは悲しみをこの内向させてしまう、発散させずに内向させてしまう人は、例えば肺がんとか、あるいは、乳がんとか。だから乳がんといってもね、西洋医療的には大体その、そういう組織系とか、まあ、様々なそういう分け方あるんですけれども、それとは別にですね、よくよく向き合ってみると分かるんですけど、やっぱりそこにあるこの原因というか傾向があるんですね。なのでそこにハッと気がついて、それを自分で認めて、あ、もうこれで体さんごめんなさい、それ気がついてもう心配いらないからっていう気持ちを持たないと、本当の意味での改善はまずなかなか難しいですね。で、逆にですね、
それに気づくと、たとえその病気が、完治しなくてもですね、例えばがんであれば胆がん状態といって、そこでずっと何年も共存できる、そういう状況になりうるんですね。で、現実に自分もそういうところに、その西洋医療とは別のところで、まあ、ちょっとそういうことに関わってたので、そういう例を、まあ、もちろん幾多も経験するわけです。そうするとやっぱり西洋医療っていうのはあくまでも一つの方法であるけれども、基本やっぱりその病気というものを、根本的にその戦うものとして捉えているので難しいんですね。で、じゃあもっと言うとですね、じゃあその健康の秘訣は何かっていうところ、さっきは病院に行かない話っていうのは言いましたけど、実はですね、本当はですけれども健康のこと考えないんです。つまり生活の中に健康、病気っていうそういう感覚っていうのはないんですね。そうするとですね、おそらくそれは中山のことを言ってるんです。この状態でいるとおそらく、病を得ることは仮にあったとしても、それが自分の生活に大きな影響を与えることはないというふうに自分は感じているので、まあ、それを実践しているわけですね。なので、気にしなければ大丈夫です。で、ただしこの気にしないといった場合もですね、重要なことはですね、やっぱりその中山じゃないんですけれども、日々この瞬間を、まあ心ゆくまでというか感謝して楽しめばそれでいいわけですね。そうするとハッと気がついたら1年たち、ハッと気がついたら10年たち、ハッと気がついたらあの世で万歳ってやってるわけです、はい、だから実は昨日もですね、ちょっと和歌山っていうところで呼ばれて話をしたんですけど、そこはですね、聴衆の方がですね、主催者の方がヨガの先生で、聴衆の方がですね、医療関係者と、それから健康に関心の高い方と、それからがんや透析などのようなそういう重たい病気の人が、たくさん来ているので、安心して死ねる話をしてくださいと言われたんです。で、安心して死ねる話って言われるとですね、究極はですね、やっぱり中居まで生きるってことと、それから死んだ後どうなるかっていう話をせざるを得なかったんですね。だから自分の体験でそういうその向こう側の話もだいぶしたいんですけれども、で、まあ、今日はそっちのがメインじゃないので、まあ、この世の、健康の話なんで、まあ、健康の究極は健康のことを考えないことと、それから今を、それのためには今を中居で生きられたらばもうそれで十分と思えることですね。で、心配しなくてもですね、皆さん亡くなったらですね、ここよりずっといいところに行きます。よっぽど変な人じゃない限り。それとですね、そのプロセスとしての亡くなるところっていうのは、大体人間がその他界するときっていうのは、病気、怪我、自殺、他殺、この4つしかないんですね。で、どれも大丈夫です。大丈夫っていうのは、断末魔のような苦しみっていうのは、そんなことはなくてですね、少なくとも最後の3つ、自殺、他殺、それから怪我で即死する、これは、ね、痛くないです。だからって真似しないでくださいね、もちろん。ただ言えることは、これはね、自分の経験上も、それから他のその患者さんを見ていても、即死なんかでもそうですけれど、人間の体ってものすごいそういう危機がですね、瞬時に起こる場合、最初ですね、痛みって感じないんですね。例えば病院のそばの秋葉原っていうところで、何年か前に大勢の方が刺し殺された、あの事件があった時に、うちにもですね、心肺停止しちゃう患者さんが来たんですね。で、その人がまあ無事助かってですね、言ってたのは、どんな状況でしたかって聞くと、なんか一瞬背中に熱いっていう感覚があった、しばらく後にはもう目が覚めたらここだったっていうわけですね。で、自分がその愚かなことに3回そういうそのなんていうんでしょう、死に目にあったわけですけど、山から起こったのが2回と車にはねられたのが1回で、で、それもですね、やっぱり基本は痛くないんです。だから痛み苦しみがあるかという点では
即死などは痛くも痒くもないということですね。だから安心して死んでくださいって言ってるんですけども、で病気もですね、幸い例えば今亡くなる人の3分の1はがんですけれども、がんもですね、緩和医療が随分進んできたので、ちゃんとそういうその緩和医療を受けたいっていう希望さえ伝えれば劇的に良くなります。例えば弟も亡くなる時にですね、弟は6年前に56で亡くなったんですけど、大腸がんの肝転移で肝臓がどんどん腫大して呼吸が苦しくなるぐらい大きくなったんですね、肝臓が。でそういうような状況で病院に行かないんですね。もう自分はこれで自力で運命を自分の終えるって決めてるから。でただですね、やっぱり旗目で見てるともう苦しそうでですね、じゃあ緩和医療から受けたらって話で、最後ですね、亡くなるほんのその、短い期間なんですけど、緩和医療、具体的には鎮痛剤を使うんですけど、それでですね、もうその薬を使ったその日からですね、それまでこう身の置きどころのなかったような状態で、もう息するのも息も絶え絶えだったのがですね、普通にこう寝起きができるようになって、もちろん呼吸は早いんですけども、本人は苦しくなんともないんですね、それまでから比べると。だからそうやって今はですね、医療も多少そのいいことができるんですね、うまく使う。なので基本そのプロセスとしてのその病気や怪我もあんまり心配いらないということですね。だからメッセージの一つは安心して死んでくださいなんですけども、で、そこでですね、健康って言った場合にですね、ここでとりあえずその巷で言われているものをちょっと挙げてみました。例えば食事のこと、睡眠のこと、運動のこと、みんな適度にしなさいって言ってるわけですね。あるいはあまり良くない習慣はしないようにね、タバコとか、あるいは酒の飲み過ぎとか注意しましょうって、そういうわけです。当たり前のことです。であとは多少その心の問題をいろいろ書いてあるんですけども、実はですね、一番その大事なのっていうかね、これはですね、特に今日は女性の方も、たくさんいらっしゃるので申し上げますとね、例えばそのこれもうちょっと言うと、当然その健康の延長でその美容ってこともありますよね。で例えば美容も基本的に一緒なわけです。だけど一番大事なことが抜けてるんです。先ほどその健康のその秘訣は健康のことを考えないことって申しましたけれども、もう一つ突っ込むとですね、実は一つだけちょっと今日覚えておいていただいたらもうすぐできることなんです。それは何かっていうと、こういうようなことよりももっとこの体にとっていいこと、はっきり言えば老化も遅れると思います。それは何かっていうとですね、心臓の体への感謝をすることなんですけど、具体的にですね、心臓の中心というのをイメージするんです。もちろん誰も見たことないでしょ、こうやって心臓の中心なんて。だけど言葉でいいので、心臓の中心に向かって本当にありがとうっていう気持ちを持てればですね、それが自然に持てればですね、老化っていうのは多分遅くなると思います。私もですね、医療現場にその辞めるまで35年間いて、平均睡眠時間が2時間半、で働いてた時間が平均で6年6000時間で、非常にその自堕落ですよね、生活としてはもうむちゃくちゃで、こういうような状況で普通だとその周りで見てる人は病気になるんじゃないか死ぬんじゃないかって心配してくれたんですけど、自分としてはですね、もうその責任感だけなので、そんなことも考える余裕もなかったんですね。でハッと気がついたらば、無事その生き延びて、で定年退官して、それで今があるわけなんですけども、やっぱりそのもし万が一にでもですね、こんな体に悪いことしてたらどうしようとかと思ったらば、その瞬間から多分病気になるわけですね。だけど幸いそんなことも考える余裕がなかったので、元気に暮らして今に至っているわけです。だから健康の秘訣は極端に言えば、食事や睡眠や運動やそういう休息ではないんです。そんなことを気にしなければいいんです。で、そう言っちゃうと身も蓋もないので、せっかく庭園村なので、その自分が食べているものをちょっと参考までに
ちょっと上げさせていただきますね。それで、食事というのはですね、一人一人が自分が本当に食べたいと思うものを感謝して心ゆくまで食べれば太ったり痩せたりしません。よく例えば女性なんかがですね、どうしたらいいんですかって聞かれて、いや私本当は死ぬほどケーキが好きなんだけど、どうしてもね太ったりして嫌だって言うから、どんな風にして食べてるんですかって言うと、今日はねなんか自分に感謝したいからケーキを半分だけ食べるんだけどとか言いながら食べて、でもやっぱり残すのもったいないから全部食べちゃうとかって言うわけですよ。心配いらないんですよ。美味しいと思うことなんですね、まず大事は。で次はその、ね、美味しいと思わずにですね、もうなんかこう何て言うんでしょう、急いで食べちゃって、それで味わってるのかどうか分かんないような食べ方するといけません。ゆっくり味わってですね、ああ美味しい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 って、で2個でも3個でも食べたらいいです。食べられませんけど、なぜかというと、ゆっくり食べるとですね、満腹感が上がって高まるんですね。これは理屈はちょっと今日は置いておきますけれども、なので自分が本当に食べたいと思うものを感謝してゆっくり食べる、これをすると基本的にはその暴飲暴食もできないし、その体がですね、その不必要にそういうふうに太ったりはしないですね。これは自分自身の体験だけじゃなくてですね、今結構そういうその、ダイエットの方法で本を出してる知人がですね、やっぱりいろんなダイエットをしたけど、どうも太りやすい体質と思い込んでたみたいで、太る太るって言ってたんですね。ところがある時も開き直って、何やってもダメだからつって、今言ったようなその自分の本当に食べたいもの、ね、その甘いもの大好きだったそうですけど、自分のこれっていうものをゆっくり味わって食べるようになったら、逆にですね、こう細くなっていっちゃったんですって。で、このまま細くなったらどうなるんだろうと思ったら、ちゃんといいところで止まったんですね。で、そのまま今に来てるから、その人もそういうそっちの方面で今ちょっと名が売れてるんですけども、だからやっぱり重要なことはですね、体への感謝とか自分へ その感謝の仕方ですね。体だったらば心臓の中心に向かってありがとうって気持ちを、ね、持ってると、例えば私なんかもその今でも山の上で散歩するんですけども、苦しい時でもですね、あるペース以上早く歩かなければ何時間でも歩くことができるんです。なので例えばですね、10年ほど前にちょっと用事があって、東京から大阪へ行く時に自転車で行ってみたことがあるんですね。でその時もですね、結局それなぜそう思ったかっていうと、仕事だったら平気で3日ぐらいその連続でせざるを得ないことあるわけです。で自転車もゆっくりのペースであれば同じことができると思ったんですね。でそれをちょっと試したかったんで、結局若い頃だとそれが東京大阪ぐらいだと17時間ぐらいで行けたんですけども、実際もっと人ってそういうゆっくりなペースで行きましたから、ちょうど1日とちょっとかかったんですけど、でも途中休まずに行けました。だから多分ですね、常識の壁とかそういう思い込みをなくして、むしろその論理思考的に延長で行けばいろんなことができるんですね。なのでどうかですね、できないという方の常識は信じないことですね。大体ですね、不安、恐怖、心配、こういうものを、ね、思うと実現しちゃうんです。だからよく例えば真面目な人ほどですね、こうしたらどうしようとか、あるいはある間違ったことに対して義憤というか怒りを持つ、それはね決していいことじゃなくて自分に返ってきちゃうんですね。だからそうではなくて、要は自分がもうさっきの中山状態、もう自分の信じること、楽しいこと、やりたいことを世間様に迷惑をかけなければこれをやってるっていうスタンスでいけば、自然とそれが周り、自分自身が変わってくるので周りにもその影響が伝わる、ちょうどイソップの童話の北風と太陽の太陽みたいな結果になるんだと思うんですね。なのでどうかですね、中山で、私も今日こうして中山の話をしてるわけなんですけど、不思議なことにですね、この中山という言葉があまり良くないみたいで、
話が終わってですね、いや今日の話に中山だったんですよ、ね、失礼、中山の話をした後ですね、あ今日の話は注意心します、やっぱり今中なんですよねって必ず言われるんです。だから中山っていうのは神道の言葉で、まあ、歴史はあまりない、ね、たかだかだから2000年ぐらいなんでしょうけど、上野の人はそんな言葉を使わずに当たり前にそれをやってたんですね。なのでそういうようなですね、中山っていう境地をですね、今に、生かせばいいわけです。でじゃあその結論なんですけれども、先ほど縄文というのが今の令和の時代に、とても影響します、大切ですといった意味はですね、おそらく若い人なんかも感じてると思うんですけど、令和の時代になって身代わりをしてさらに日本が明るくなったと感じている人は若い人の中に結構いるんじゃないかと思うんですね。例えば令和っていう響きがいいよねとかっていうのをよく聞きます。だから彼らはその令和っていう言葉のその語源を仮に知らなくても、そこにそういう非常に前向きなエネルギーを感じるみたいですね。でこれはなぜかっていうとですね、この令和の時代っていうのは今例えば去年その、いくつかのところで縄文を思い出す縄文展が開かれたんですね。東京ですとちょうど去年の夏にですね、東京科学、失礼、東京国立博物館でですね、縄文展をやってました。でそういうのがですね、なぜ今っていうとちょうどですね、我々のその体の中にあるそういう縄文の血がですね、あるいはその DNA でも何でもいいです、思い出させるみたいですね。それは本人が気づかなくてもなんとなくそういうふうに思い出す。そうするとそれがたとえ縄文という言葉が思い浮かばなくてもですね、なんとなくそういうその調和っていうようなことが、自然に出てくるわけなんですね。だからこの日本の役割というのは、いわゆるその調和ということを実践してきたし、これから世界に向けてですね、調和というのを広げられる唯一の立場なんですね。なので列強の人たちっていうのはまだやっぱり力で物を奪い合う、そういうような、そういう習性から抜けられないんですけど、日本は例えば東日本大震災の時まさにそうでしたよね。自分がそのもらったおにぎりも自分で食べずにもっと困ってる人にあげるなんてことは、これ他のところではなかなか見ることはないわけですね。こういうようなことがこれからどんどん広がっていく、そういうような意味でとてもその我々のその縄文から引き継いでいる意識っていうのは重要になってくるわけですね。なのでぜひですね、この令和の時代っていうのはとてもそういう意味ではこれからまだしばらくはちょっと混乱が続くと思います。具体的には10年ほど続くと思うんですけども、ただしその後は必ず良くなると思います。で言いにくいんですけども、やっぱりね、だんだんその生まれてくる人の性質が変わってきてるんですね。例えば昨日でしたか今日でしたか、ほら10歳 の, プロ の, 将棋の 子供が男の、ね、4段の人任したとか言って出てましたけど、ああいうことっていうのはちょっと前はなかったわけですね。ああいうようなその優れた子供がこれからどん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 生まれてきます。クリスタルチルドレンって言われますけども、ああいうことがどんどん進むことによって世の中がですね、ある時コロッと良くなるんですね。ちょうど日本人が発明したオセロゲームみたいに。なのでそういう意味ではですね、そのこれからっていうのは非常に楽しみな時代だと思うんですね。なので、ぜひですね、真面目な人とやっぱりほら義憤じゃないけどね、こうはいけないんじゃないか、こうしてやった方がいいんじゃないですか、人にはねこうしてやろうっていうような思うのはあまり心配する必要なくて、自分がそういうふうにまあいい生き方、中山を生きていればそれは集合意識としてどんどん広がってきますので、そういうので十分ということなんですね。なんかね、ついいい意味でのおせっかいしたくなるんですけど、その心配もありませんというようなことでですね、まあ、今日は一つは縄文が今にどういうふうに影響するかって話と、それからまさに天栄村の人が生きているように、その健康とかそういう病気とかっていうことから離れて生きることが健康の秘訣である
ていう、その2つのことですね。あとね、ごめんなさい、もうちょっと時間があるんでしたっけ、あとですね、具体的な方法といってですね、2、3言っておきますと、一つはですね、皆さんご飯なり、パンなり食べると思うんですけども、要はですね、今病気で最も多いもの一つが糖尿病なんですね。で、糖尿病っていうのはこれは、なかなか捉えがたいところもありますけれども、一言で言うとですね、あんまりものを食べない人はなりにくいんですね。で、大体人間ってですね、悲しいことに必要よりも食べてしまうことが多いんですね。で、その食べ方の話をちょっとします。でですね、このスライドの意味はですね、2つあります。1つはですね、ここでそのグリセミック指数って言葉を覚えていただくなんて結構です。上の方に行くほど血糖値が上がりやすいっていうふうにイメージしてください。血糖値が急に上がるというのはやっぱりいいことじゃないんですね。それよりはゆっくり上がってゆっくり下がる方がいいですね。ご飯を食べるとしばらくして血糖値が上がってやがて下がる。で、これがですね、ビュッと上がって下がるよりもゆっくり上がってゆっくり下がる方がいいんですね、血管のために。で、そのゆっくり行くためにってことは、上ではなく下側の方がいいわけです。つまり同じものを食べるなら生が一番いい。で、その次が煮る。一番血糖値が上がりやすい調理が焼くなんです。例えば卵で想像してみるとですね、生卵が一番血糖値が上がりにくい。で、例えばそのボイルドエッグみたいにするとちょっと血糖値が上がりやすくなる。で、例えば目玉焼きとかになるともっとその、血糖値が上がりやすくなるというようなイメージをしてください。これが一つ。で、もう一つはですね、血糖値が上がりやすいということはですよ、一旦すぐ眠くなってその後すぐ腹が減るということでもあるわけなんですね。で、なので、こっち側に、これは本当は元のスライドはですね、ここが緑、ここが黄色、上が赤なんですけど、どうもそのプロジェクターとの相性の関係で色が違ってるので、ちょっとイメージが少ししにくくなっちゃったんですけど、もう一つがですね、例えば同じものを食べるでも繊維分が多いものを先に食べた方がいいって話なんですね。これは結構もう今言われてて、例えばですね、食べる昔はそのね、しつけとして三角食べなんて言って味噌汁飲んでおかず食べてご飯食べてっていうのを繰り返しなさいとかって言われたけど、単純に血糖値を上げないということだけで言えばそうではなくてですね、先にこういうその食物繊維が多いものを食べる。で、その後にそういう炭水化物を取るって方がいいですね。そうするとですね、なぜかというと食物繊維が多いとですね、糖分の吸収がですね遅れるんですね。その繊維がですね、食べ物の吸収を腸の中で食べ物が吸収されるのをですね遅らせるんですね。なので、例えばその食物繊維が多いものを先に食べる、あるいは同じ食べ物でもですね、果物とか野菜とか、あるいは、ナッツですかね、そういうものを食べる、あるいは同じその炭水化物ご飯でもですね、できればなんですけれども、玄米も、本来の玄米っていうのは、結構その玄米のその皮にですね、人によってこう消化できないものがあるので、あまり良くないっていう人もいるんですけども、それでですね、今だとその発芽玄米とか酵素玄米っていって、その玄米をもうちょっとこう何て言うんですかね、食べやすくした調理の仕方がありますので、そういうものであれば良いかと思います。で、だんだんですね、同じそのご飯でもパンでも白くなるほど血糖値が上がりやすくなるんです。で、多分血糖値が上がりやすいっていうことは、自覚症状としてはですね、例えばこうなんとなくね、急にバーッと眠くなったりとか、ひどい場合はですね、これはまあ極端ですけども、例えば私もですね、高校受験の時に、その高校の前でですね、屋台のその、たい焼き屋が出てたもんで、腹が減ったからですね、それをですね、思いっきりたくさん食べたんです。そしたら、そのしばらくして頭が痛くなっちゃってですね、多分血糖値がもうこれすんごい上がってたんだと思うんですけど、そういうことをしちゃいけないんですね。で、要はですね、
なるべく白いものっていうのは吸収が良いので、もちろん好きだからねご飯やめられないとかそういうのでいいんですけども、例えばその先にどっちかっていうとこういう野菜果物野菜の類を食べてからそういうそのご飯を食べるっていうような気分でやればいいかと思うんですね。だからこれが2つ、この、生の方がいいってことと、食物繊維の多いものを先に食べるってことですね。それからもう一つが、健康に良いものっていうのを気にするとすればです、あんまり気にしなくてもいいんですけど、これはですね今の西洋医療で分かってる答えを言ってます。で、いろんな健康法でいろんなこと言われてるけれども、一応ですね科学的方法なるものでもって検証に至れたのはこれだけです。で、健康に良いというのは魚、それから野菜と果物、それから脱穀してない、米とか小麦、いわゆる茶色いやつですね、それからオリーブ油、そしてナッツ、この5つだけなんです。あとはですね、これはもう覚えておいていただければいいかもしれません。で、あとはですねちょっと細かいこと、これちょっとこれは覚えなくて結構です。科学だ、こういう言い方がするんですね、皮肉ですね。よくチョコレートがいいとかコーヒーがいいとか納豆がいい、豆乳がいい、あるいはヨーグルトがいい、酢がいいっていう言い方をしてるけれども、実際は健康に良いかもしれないなんです。科学的な、これは決して科学的方法が正しい答えを導いてるわけじゃないんです。何が言いたいかというと、科学というお作法ではその条件設定によって本当はいいかもしれない、いいものでもそういうポジティブな結果が出ないことがあるんですね。なのでいろんなものの研究の結果こうなってるけど、どれも本当は気が利いてないというか真理にたどり着いてない可能性があるんです。だからこういう控えめな言い方してますけれども、ただこれは人にとって一人一人にとってはいいかもしれません。なので一応こういうものも、科学的には、先ほどほどではないけれども良いかもしれない。であとね、忘れないで欲しいのがですね、良くないと言われても、これはですね、多分あまり異論がないと思うんですけど、3つだけ、たった3つだけ科学的に結論が出ました。これはですね、赤い肉、例えばその美味しいね、牛肉の、とか、そういうのも含めてですね、科学的にはですけど、良くないです。具体的には、発芽率が上がるということなんですけども、それから白い炭水化物、さっき言った、白米とか、あるいは真っ白血球のパンですね、こういうもの、ただしこれもですね、自分が本当に大好きで、その味わって食べるぐらいの量、例えばその丼飯をね、10回食べちゃいましたというと別ですけど、普通に好きで普通に味わって食べる分にはそんなに気にしないでいただいて結構です。なぜかというとですね、悪いって言った場合にどれだけ悪いかっていうのはですね、いろいろこの細かいその論文ごとにあるんですけど、それを大きいと考えるか、それとも自分の満足と引き換えてまでやめるほどと思わないければ、それはそんな悪いとも言えないんです。科学的というのはあくまでもしないよりはした方がいいとか、したい場合よりはしない方がいいって、そういう意味なんで、有意さんなんて言い方しても実際はそんなに、だから要は大事なことは、ね、体に悪いかもしれないから私は死ぬほど好きだったらケーキ食べないとかっていう、そういうようなことをする必要はないってことなんですね。だからまあ一応この、赤い肉、それから白い、炭水化物、それから、バター、その飽和脂肪酸って書いてますけど、一応そんなもんかなっていうのを覚えてていただければ結構です。で、一応ですね、これで大体そうですね、まあね、あと最後によくある質問でですね、例えばグルテンフリーっていうのは、これはパンをですね、小麦を使うものを、そういうそのグルテンというその成分が入っているのが日本人にとっては消化が難しい人が割合が結構多いので、
最近うるさく言われるようになったんだけど、気にする必要があるか、これノー。自分が美味しく食べてれば結構です。で、卵はいくつ食べてもいいか、これはですね、一応統計上はですね、例えば1日に複数個以上食べてると人によって大人のタイプの糖尿病になるリスクが上がったとされています。であとだからカロリーゼロ、例えば人工甘味料は体にいいか悪いかというと、これはあんまり良くないということですね。それから、あとちょっと覗いてですね、ここですね、生ものは食中毒になる可能性はありますよって、それは当たり前ですね。でも今の普通のものはまず大丈夫ですね。だってみんな刺身食ってるわけですからね。それからあとその不足、ここが重要なんですけど、不足がちな栄養素ね、よく今その会社名出しちゃうと差し障りがあるけど、ね、なんとかが体にいいですとか、なんとかを飲むと元気になりましたって宣伝してますけども、本当はですね、やっぱり自然な形で取った方がいいんですね。でね、あの友人で育毛剤を作ってる会社の、やってる人がいるんですけど、彼女は、まあ、70代の女性なんですけど、彼女が言ってたのはですね、このサプリを取ると体に悪いことが一番明らかに分かるのは髪の毛なんだそうです。彼女はその育毛の状態をこの、なんていうんでしょう、あのカメラ、あのほら医療で使う内視鏡みたいなカメラをこうで持って毛根を拡大して、その病状態からこの人はハゲる、あるいはこの人はあの治っていくというのをずっとこの何十年も見てるんですけど、あの、ね、サプリを取るとこの頭の表面 の皮膚の毛細血管が徒長してちょっと炎症を起こしたようになるんですって。だからもしその頭の毛だけ心配するんだったらばサプリはやめといた方がいいですよって言ってました。だけどそれよりも元気の方がいいんだっていう人はもちろんやってもらって結構っていうわけですね。で一応ですね、こんなところで、最後はあの具体的な話になっちゃいましたけど、ちょっと時間となりましたので、皆さんご清聴ありがとうございました。